私の誕生日なのに、お姉ちゃんの方がはしゃいでるんだよね。まあ、楽しそうだしいいけど。しーちゃん、せっかくのお誕生日だし、今日はたくさんたくさんお祝いさせてね。今日はしほの誕生日なんだけど、しずく先輩が誕生日会を準備してるみたい。楽しみだな。今日はしずく先輩と一緒にいっぱいしほちゃんを甘やかしちゃうぞ。おー、またしほちゃんの誕生日にパーティーができるなんて、昔みたいに盛り上げたいな。お羽ちゃんやはるかちゃんと選んだプレゼント、しほちゃん喜んでくれるといいな。せっかくお誕生日会に招待してもらったし、今日こそフェニー君の話をしたいな。今日の誕生日会、しずくは内緒にしておくつもりだったみたいだけど、一月前にバレてちゃダメよね。今日のしほちゃんのお誕生日会、私もお邪魔させてもらうんだ。ドキドキしてきちゃった。サキが無茶をしないよういつも気をつけてくれていると聞いた。礼を言うぞ、しほ。